10月9日、後楽園ホール大会におきまして、アジアタック選手権試合、挑戦者チーム、甲斐立ち組、対王者チーム、岩本浩二、ジェイクリー組、こちらの一戦が決定いたしましたので、記者会見を始めさせていただきます。まずは挑戦者チームより、田尻選手、意気込みのコメントを。すいません、はい、まず、この対戦を会社側が、やっとですけれども、それでも受諾していただいてありがとうございます。挑戦者側とかチャンピオン側とか、まあその問題の前に、僕らはずっと常々戦いたい、戦ったら面白いんじゃないかなっていう話をね、ずっとしてきました。なので今日はその4人が秘めたる思いを言ったように述べさせていただこうと思います。ねえ、岩本さん、顔こいつ、顔その通りだ。そうですね、まあ今結構いろんな方面でアジアタックっていう名前を結構聞くんですけど、まあ、僕らが取る前からずっと横にいる田尻さん、甲斐さんとやりたいって言ってましたし、もっと遡れば去年とか巡業回ってた時に4人でよく一緒に飲みに行ったりとか、ご飯食べに行ったりした時に、まあ、いつかこの4人でやりたいねって、戦いたいねって、どんな形であれアジアタックとは言ってなかったですけど、そういうような夢物語を、4人でお酒飲みながら語ってました。それがやっと、ね、こうアジアタック選手権試合っていう形で実現するっていうのは本当に嬉しくもありますし、本当楽しみにしてた、ワクワク僕らも待ちわびてたあの一戦なので、本当に楽しみの一言です。はい、嬉しいですね。うん、いや久しぶりだね。いや久しぶりです。本当に久しぶりです。去年はいつも4人で一緒だった。そうですね。ですね。まあでも久しぶりだけ、久しぶりのような感じしないですけど、ね、うん、まあ、うん、まあでも本当今2人が言ったように、まあ、戦いたいなって言ってましたもんね。うん、まあそれがこう巡り巡って、うん、まあこの今となったんじゃないですか。うん、はい。でまあ、あのジェイクと山本君は、まあ、スイーパーっていう軍団ですけど、まあ、そこはやっぱ人間同士なんで、こうなんか馬が合っちゃったりとかすることがやっぱあるわけですよ、人間集まると。でそういう話をですね、ほんと4人でいつもしてたんですよ。ですね、うん、本当にしてましたね。まあね、組んだりとかね、本当はね、そうですね、戦ったりとかしたいなっていうのを、はい、してたから、まあ今回戦う機会が、うん、やっとその機会が来たから、来たから、うん、大切にこうね、その対戦まで持っていきたかった。いや、本当そうですね。けどこういうちゃんと順序を踏めて、はい、嬉しいね、これ。はい、うん、本当ですね。やりたい時期とか、今っていう時期とか、いくつか今日に至るまであったんですけど、うん、まあいろいろあって実現しなかったりとか、まあタイミングが合わなかったりとかだったんで、まあこれをやるにあたっての今はもう今しかないんで、うん、やっとって感じですね。二人でも頼もしいっていうのがすごい。もう超えちゃってですけど、いやいやいや、そんなそんな、とんでもない。なんでボソボソじゃん。さらにかっこよくなってんの感じが、うん、いやいやいや、もうジェイ君木村拓哉みたいな。いやいや、ほんとにかっこいいやん。そんな感じです、そんな感じですね。お互いこう相思相愛の形でこう戦う、やっと戦う時が訪れるわけですけど、双方の印象、タッグチームとしての印象っていうのはいかがでしょう。まあもうね、今はね、うん、もうアジアタック王者です。個別にも実力がある2人ですからね。まあもともとそのベルトを持つ前から2人のことは認めてましたからね。まあまあ強敵は強敵ですよね。うん、いやもうご隠居が今ぜまあ僕らもそうですね、まあ、さっき田尻さんが言ったように本当に馬が合っちゃった4人っていう感じなので、印象っていうよりはなんか好きなんですよね、うん、この2人が、はい、試合もそうですけど、ありがとうございます、はい、考えもそうなんですけど、どうすんですけど教わったっていう感じですかね。まあ俺に至ってはあのジェイク・リーっていう名前で再デビューする前から、うん、リー・チェギョンの時にすごいお世話になった人で、
まあこれは公になってない話なんですけど、あとリーチェギョンとしてデビューするまで僕が何をモチベーションにしてたかというと、僕すごい少年ジャンプが好きで、週刊少年ジャンプ、そうだった買ってたな、買ってましたよ、けど入寮したら外出禁止だよっていうことを洗面所の方でカエさんに言われて、でまあデビューしたら読めるようになるから頑張ろうぜって言って、で僕もともとプロレスを見て育ったわけじゃないし、プロレスラーになりたくてっていう思いも薄かったから、その一言がすごいなんか励みになって僕の中で、でなんとか死に物狂いでデビューさせてもらって、でそれが北海道巡業かな、で8月デビューさせてもらって、で巡業から帰ってきて自分の部屋に戻ったら大量の週刊少年ジャンプが置いてあって、ええー、と思って、でそのジャンプの上に白紙のね紙でデビューおめでとう書いてあって、もうその時俺大号泣しちゃって、けども時代でわかるんですよ誰がそういう風にやったかって、で言ったんですよ俺、ありがとうございますって。そしたら、いやいいよいいよ俺知らないしそんなことって頑張ってってそれだけ言われて、今でもやっぱりその思い出っていうのは僕の中で深く深くね大切に心の中にしまってあるもので、リーチェギョン、ジェイク・リーっていうものを形成する上でその思い出っていうのはなくてはならないものだし、ああ特別な思いは僕はカイさんにある、そしてジェイク・リーとして初めて田尻さんに会ってで最初はなんだこの人は、この考え方何なんだと思って、けど話してるうちにだん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 それが僕の刺激になっていって、いろんな人をその考え方で田尻さんがね変えていて動かしていて、でしかもいい方向に、何なんだろうこの二人はって、そういうことが俺にもできるのかなって、できることならそうなりたいし、そうなるためにはやはりこの二人をもっと知らなきゃいけないし、逆を言えば超えなきゃいけないしね、ただ単になんて言えばいいんだろうな、目指すんじゃなくて、目指すだけだったら超えられないから、僕の中では甲斐田尻っていうのはそういう存在です。俺たちになじゃこんな褒めてくれるわ、大好きだな、そうだな、もう ありがとう、いや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 、そうだよ、いっぱい見たか少年ジャンプ全部読んだやつだったらどうすんだいや自分でも誰がやったんですかね、いや本当に、まあそんなね、そんな思い出があるっていう、ちょっと長くなりましたけど、はい、おそらく海選手のことだと思うんですけど、ここだったらないですか、いや頭落ち着いてできるか記憶から飛んでたな、いやそんな人がいたんですねあ、田地さん、去年の夏は、はい、山本選手のひと夏の陰ろで、はい、ジュニアタッグリーグ優勝して、はい、で1年経過して今年はこうやってアジアタッグをかけてもらうと、はい、っていう、こう状況の変化っていうのは僕のように捉えますね、グレードアップして戦うことになってるからいいなと思います、ええ、1年経ってもなんかこういういい関係が崩れずにこうやってグレードアップそのままできてるって素晴らしいと思いますね、なかなかそうはいかないと思いますよプロレス界って、1年前ですね、なんかちょっともっと怖いなってしますね、すごい、逆に山本選手からするとその1年の間にこういろんなものをこう吸収したり、そうなったと思うんですね、その中でやっぱり田尻さんとの関係っていうのは
影響してる分。いやとてつもなく大きいですし、本当受けた影響っていうのはもう今の僕のプロレスのほとんどを占めてるって言っても過言じゃないと思いますし、あとね、ひと夏限りでのタッグチームで、そこからは、まあ、何回か戦ったりとか、まあ、シングルも2回3回ぐらいとやったんですけど、全部田尻さんも僕も戦いたくなかったんですよね、その時って、はあ、今じゃないと思って、で、まあ、その間にも戦いたい時っていうのはあったんですけど、結局実現しなかったんですよね。で、今こうベルトを持って今戦いたいって思った時にこれが実現したので、本当1年前の僕のなんていうんですかね、こう答え合わせではないですけど、どこまでこう入り込めるのかっていうね、そういう自分のこうなんていうんですかね、こうお客さんにも楽しんでもらいたいですけど、自分自身もそういう部分でのワクワク感っていうのは持ってますね。海選手と田尻選手はこう今王者がこの2人じゃなかったらアジアタックには挑戦していなかったっていう感じでしょうか、うん、まあ、アジアに挑戦したいというかこの2人とやりたいんですよ、ええ、ベルトは特にその新しくなってベルトは特に、うん、まあそれはねできたら取りたい、ね、そうですね、それはもちろん欲しいです、うん、でももともとアジアタックに挑戦じゃなくてこの2人とやりたいってところからの話なんで、ええ、この2人とやりたいというかうちら4人で戦ってみたかったんですよ、そうですね、ええ、うん、ないですもんね、うん、ないですね、6人タックとかはありましたけど、うん、でも決して慣れ合いとかではないんで、うんうん、はい、でもそのワクワクがある反面、こうこれまで戦ってきた挑戦者の中でも多分一番の強敵になるかと思うんですけど、そうですね、ですね、うんうん、まあ、ただ僕らのチャンピオン側の戦いたいって意思があるので、そこら辺はもうなんていうんですか、上回っちゃいますよね、その強敵ですけどワクワクのが上回っちゃいますし、やっぱ4人で戦いたいねって言ってたのがやっと実現するっていう嬉しさもありますね。ジェイク選手は甲斐選手からもらったジャンプ、俺一番好きだった漫画なんですか。なんちゅうスペース楽しみでした、週に1回の楽しみで、僕はまあけど、あ、その時は本当に倍増しましたよね、楽しみとかなんとかじゃなかったから。もう何が一番好きだったんですか僕当時、ね、当時もう全部見てたな。もう見てない、今たまにっすね。習慣なのにたまに、習慣だけどたまに、うん、変わる変わると。いやけどジャンプ見るたびに思い出しますよ、あれをあの時なとか、はい、忘れてた。特に一番好きだったのは何か、歴代でこうジャンプシリーズの中で当時読んでた中じゃない、なんだろう、パッと出たのがピュート吹くジャガーだった。あれぶっ飛んでるでしょ、すごい。最後の方の、ね、最後の方ってる、ね、満足しました、はい、なんか言ってほしい漫画があったとかじゃないですよね。いいチョイスだと思うんですけどね、でもピュート吹くジャガー。あと、まあ、今回こうやってちょっとタイトルマッチやりますけども、まあ、今回の結果関係なくお互いにこう何回もやっていきたい気持ちありますか。まあ簡単にでもそんなにあれですけど、多分理想はお客さんがまたすぐやってくれってお客さんが言い出してくれるような戦いができればいいなと思います。けどね、こういうことを事前に僕ら告知しちゃうというのは結構あの実はね結構これね責任のあることだと思うんですよ、うん、ここまで行ってしょっぱかったらどうするんだって話ですからね、うん、チャンピオンシップこの一戦をやってみてどうなるかですよね。いろんな展開が多分あると思うんで、はい、まあ、またやるのか組んじゃうのかどうなるのかっていう。
今この瞬間を楽しんでほしいの一言につきます。かっこいいな、はい、かっこいいな。それを見てから先を考えるのも一興かなと。はい、はい、よろしいでしょうか。他に質問ございますか。大丈夫ですか。はい、はい、それでは、写真撮影少し待った、はい、それではこの戦いを祝しまして僕と岩本選手から、はい、よし、うわあ、これはそれじゃなかったのか。大吟醸、大吟醸です。はい、皆さんで一献いかがでしょうか。まだ開けてないですからね。知るのか。じゃあこれはなんていうか誓いの固めの杯みたいなことですか。そうです。そうです。すごいね、違うね。いや、いいね。それでは、よし、いい戦いをしましょう。よし、よし。あ、じゃあその目線をもらいます。お願いします。はい、乾杯します。はい、頑張ろう。じゃあ皆さん。それでは。いかがでしょうか。ありがとうございました。これが落ちましたということで、これを落ちまして、会見終了させて、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年はいいです。そのなんか銘柄なんかいいのありますか。いやでもまあいい酒飲めたらいいなと思って、大吟醸。徳川家康が大変した人ですからね。ね。天下統一じゃん。最高級って書いてありますからね。最高級の酒造公的米、山田錦を極限の 40% まで磨き、丁寧にじっくりと発酵させましたって書いてあります。美味しくいただきました。豊かな香りと格調ある味わい、華やかさと上品さが調和しております。美味しくいただきました。最高級のタイトルマッチャー。そうですね、やっぱ安い酒じゃダメかなと思って、うん、最高級の酒を高いものを用意しました。